電柱に設置されている住所の表示というのは本来かなり高い位置に設置されているんですが目線よりも非常に低いところまで下がっています今回の地震で大きな被害をもたらした液状化砂の粒子が噛み合い安定した状態の地盤に大きな揺れが加わることで砂の粒子がバラバラとなり水に浮いた状態に その後しばらくすると砂の粒子が沈み込むことで水や泥が噴き出し地盤沈下などを引き起こすのですそして新潟大学災害復興科学研究所の浦部敦教授は今回液状化被害の出た場所には特徴があると指摘します 一番その新潟市内でも液状化に弱いなと思われる地盤のところからこう多くの被害が出てしまって新潟市西区の砂丘地帯の裾野を通る県道16号線沿いで多くの被害が発生北陸地方整備局などが作成した液状化のしやすさマップでも危険度が高いことが示されていました 砂丘いう高まりの,あの内陸側の裾野の,のところ繋がって、いつも水に満たされているというところで、さらにあの少し傾斜地なので、小さい地滑り的な要素が入って、被害が多発している一方、あビー玉の速度がやっぱどんどん速くなってい、ねうん、例えば、こう締めて。 砂丘地帯から離れた西区の全区地区や江南区の天野地区でも液状化による被害が広がりましたもともと川でしたのであの周りよりも少し低い地形になっていますので周りの水がみんなそこにこう染み出してくるでもともと川でしたので砂がたくさんあるということで液状化しやすい条件がそろっていた。 液状化のしやすさに大きく影響しているのです。まあ、ここは池の埋め立て地だと。液状化しやすいんですよね。新潟地震の時も相当すごかったですから。そして、この液状化には注意しなければならない特徴が。確保したところっていうのは、地面を改良しない限りは、また繰り返すという、まあ、嫌な災害というか、あの繰り返し性のある災害になります。

住民の間には葛藤が生まれています建て替えも考えていなければならなだと思うんですけどただここで建て替えするかどうかっていうのもちょっとこの状況を見るとちょっと、ま、迷うところではあるんです、はい、皆さんの言葉の奥にある不安は計り知れませんこうした液状化被害はもちろん住宅に限ったことではありません 飲食店や宿泊施設などにも影響が出ていますえここで液状化の被害を受けた新潟市西区の利用店から飛田アナウンサーが中継でお伝えしますはい、新潟市西区寺尾、液状化の非常に激しかった地区です地震から一ヶ月が経ってようやく道路の補修などが始まってまいりましてアスファルトのこうしたがれき、至る所に見られるようになりました こちらは利用室の駐車場なんですが、元々この駐車場の高さ、この指導と同じ高さだったということで数十センチほど沈んでいます。やはり改めて非常に影響が大きかったとみられます。ではその利用室こちら部屋と富士というんですがお邪魔しますあ。お邪魔いたします。こんばん、ま、はい。お願いします。大変なところすいません。本日よろしくお願いいたします。はいはい、お願いします。 あの駐車場にも大きな影響が見られましたが、店舗の状況は今いかがでしょうか。そうですね。1メートルぐらいちょっとこちら側に動いて、1メートルぐらいこう沈んだっていうような形ですよね。はい。非常に大きな影響の中に、はいえー、上下水道が今でも使えないということで、はい、こちらの、はい、え徳川さん利用室でいらっしゃいますが、はい、今、はい、あちらの蛇口。そうですね。3つありますけども、現状こちらはこういう感じで流れませんよね。はい。はい 営業なのですがこちらでやってらっしゃるということ、はい。そうですね。こちらの方だけちょっと応急的にちょっと一台使えるような形になってますね。はい、はい。そういう感じで。応急措置でここだけ出ると。そうですね。はい。はい、いうことなんですが、まあ三台のうち一台のシャンプー台で今営業されているという状態でビジネスにはどんな影響が。 そうですね。やっぱり三台あって今一台しか使えませんから、あの以前のちょっと半分ぐらいしかちょっとお客さんに対応できないっていう状態でちょっと売り上げは減ってしまってますよね。はい。厳しい状態かと思いますが、はい、あの公的支援なんですが、はい、被災証明いかがでしたでしょうか。うね、結果ははい。先日ちょっとえ判定の方いただきまして、えうちの方はこう全開ということになってましたね。はい。こちらですね。はい。全開、はい、ということなんですが、はい、しかしこれでもこう補助などがちょっとこう 十分でででなななないいとと感じるるころがりはしょう,かうで、ね、今回の,この災害の支援というのは住宅の方がほとんどで店舗に関してはちょっと現状、今全く出ないというような状況なんですよね、はい、あのこちらは2階部分が住居部分、お宅で、はい、そして1階でこうしてお仕事をされていると、はい、そうですね、はい、この店舗部分はどのぐらいの回収費用が そうですね、まあ、ちょっとやりたいなっていうのだけでもやっぱ300万、400万はちょっとかかってしまいますよね、はい、この額を聞いて、いかがでしたかそうですね、これをじゃあこう全部自分でってことになると、結構な額になってしまいますよね、ちょっと建物傾いて感じますが、体に影響などは、そうですね、やっぱり以前に比べてやっぱりちょっとこう歪んでるせいもあるんで、疲れやすくはな,なってますよね、はい、お体、お気をつけください。ははいいありがとうございますすこちらからか以上です